まずは手前が。 ミアレ三成、あの波状槌を我らごと取り壊さねば気が済まぬらしい。恐れ多くも秀吉様より賜りしこの城を打とう。門扉閉じろ、空籠もれ。さあ、ブラザー急げ、門は閉じろ。こいつであの門をこじ開けてやりましょうぞ。 状況開始。隋の制御は我ら皇城部隊にお任せあれ。その門を三成様だと思って守れ。いや、それちょっと怖すぎだわ。左上槌発進。命に代えても通してみせます。中上槌出撃。強靭の目を恐れるな。 右上槌突貫。軍師の策には気をつけないと。済んだと見れば領を投じよ、我のようにな。私の先例名はシベリアンカズ。もちろん何のことかは分かりませんが、貴様への殺意が指先まで思おうかしてゆく。 倒れる前に入信届に反抗、母印でも課です。立ち向かうという忠義、素晴らしきものです。互い鷹の刃取りる我。いや、何でもない。 俺たちまで切らなくてもいいだろう。掴んだ未来もかけなきゃ離れていっちまう。さあ一発勝負だ。島左近入ります。 神髄を巡らせようと、業務の前では神同然だ。左近隊バットン、いつでもいけるお。大事なものを壊されんのってすっげえきついんよ。左近の名にかけてそちらさんの隙にはさせねえ。そして中央一角に敵の増援あり。罠です。 ザビー教の落ち度は認めます。それを除けば総理様は純粋で魔性好きな君主なのです。おそらく多分その顔見てたらイカサマザビーを責める気も失せた。あんたの主にもいい道が見つかると思う。綺麗に掴んだ。何もかも吸っちまった。 まあよかろう。我が引き受けてやるまで。安兵衛様の教えを胸にいざ整列突撃。無常槌設問。この城を私のよるめを突き崩すな。もう一刻の猶予もない。急ぎ魔杖槌を無力化せねば。 逆つかせとて切り伏せるのみだ。秀吉様のように騒がしきには引き取り願おう。我の療養にも響くゆえ、阿内は省くゆえ、
好ましき道を進めや進め。というか貴様の階段が気に障る。水谷様のご期待だけは何があっても裏切れぬのだ。この世は何と思い通りにいかぬことか。ザビー教に入ってみじん切りがとても楽です。三成、案ずるが我も同じよ。中将隋到達。左腕目が睨んでおりまする。進め。気のせいかな、最近の大谷様少し苛立ってるような。工場部隊を見事成し遂げました。おお、来たか。主も見やれ、天外に咲くスミレ色の星よ。我はな、あれが欲しくてたまらぬらしい。太后への恩義もあろう。帝にへつらい続けることが誠の義の道と言えようや。そのご指摘には誠恐れ入るばかり。驚かせたまえ。ですが、主の決断に従うこともまた一つの義なのです。少し油を冷やさぬか。これでは我が追いつけぬ。我のたしなみか、星読みを少々な。我が本当に求めたのは、強欲なる者どもめ、どこまで奪えば満足なんだ。ありがとう。こしゃくな。先ほどよりもさらに固めたか。お任せください。工場部隊再始動。左上大津撃進。邪魔する奴ごと引き潰します。右上大津侵略。たとえ無慈悲とそしられようと。はあ、勝てた。しんどかったな。幕下の疲労は与えた。拙者はここまで。褒めてほしいのならこの一丁張り頑張りなさい。そっちの親分どもへ。こっちの親分がやられました。の領域には遠く及ばぬとしても、半兵衛様に鍛え上げられし、その技量遺憾なく晒せ。承知つかまった。
島流しは勘弁だけど、老婆は暖かい島でのんびりしたいな。あなたに授ける洗礼名はねえ。三着避けきれますかな。石田の憎悪に御留意あれ。そろそろお前も城を持つべき頃合いよと、そうおっしゃってくださったのに、私は期待を裏切るのか。作動温水待機。ここを破ればいよいよですぞ。なんという高みに登り詰めているのだ。工場部隊責務達成。あとはお願いします。我らが大将。総理様の思い出号、いつか体の部分も用意してパーフェクトザ。すでに許可はいただいている。英語に使え続ける許可を。シーロの雲よ、火を隠せ。この心に刺す明るみよ、一つ残らず射滅しろ。真を、城を、追憶を、なぜ打ち壊した。私の何を恨むというんだ。敵れますかな。降伏元井、有心希望者はこちらに。悲しいけどこれ命令なんだよね。卑怯弾圧か。頑張ってとか思っちゃダメかな。沈黙の中で忠説でも温めているのか。あいにくだがそれも私の忠義に及びはしない。時よ、さかのぼれ。もう一度木漏れ日のようなあの日々に。たとえ道家とそしられようとも、手前の在りかはすでに定まっているのです。でも総林様には伝わんないんだろうな。もう宗重、ザビー卿は夫婦揃っての入信でポイント2倍。なのにお前のワイフはいつ入信するのです。それは、いやいやいや、入るわけないでしょう。さてはまだ家に戻ってきていないのですね。まったく相変わらずの回収なしです。まったく面目次第もありません。よし、たまにはお前のために一肌脱ぎましょう。今からお前のワイフの元に行きますよ。総理様。分かっています、奥方の洗礼名が心配なんですね。もちろん決定済みですよ。その名も鬼ワイフです。な、総理様。ダメダメ、いろいろダメ、ますます合わせられないよ。総人様のお手を煩わせなくとも手前でなんとか。これ以上こじらせるわけにはいかないよ。何
何やら真夏なる気配が。けへー、こっちだ、獲物の匂いだ。けへー、武田信玄不在の隙を突き、伊賀甲斐へと攻め入りました。憎き武田め、乙女の怒り思い知らせてやる。親方様がおられぬからこそ、この雪村命に変えても守りきる。鬼島津が暴れております。おりゃおりゃおりゃ、わったりゃ、もっと強か無人馬出てきた。宗茂様のお尋ね者勧誘